よ、ぽよだよ、ゆきぽよだよ。やはゆきぽよです。今、成田空港にいます。今日は今からフィリピンに行ってきます。何しに行くのかっていうと、まあ、おばあちゃんに会いに行くっていうのもあるんですけど、去年亡くなってしまったおじいちゃんのお墓参りにも行こうと思ってます。今回の旅の友はブラガー。じゃーん。じゃあ今からマニラに行ってきます。到着しました。フィリピンで、今マニラ二の焼きの空港着いたんですけど、マミーとはここでお別れです。ユキと友達はブラカイ、私は家。そう、マミーは今から実家に帰って、ユキたちは今から乗り換えをしてボラーカイっていう島に行きます。バイバーイ。また来週です。じゃね。到着しました。エナパームビーチリゾート、今日からここに5泊します。楽しみ。イエーイ。涼しい。わー、綺麗。Thank you for スカイ。I love my phone。すごい。ダイレクトなの。お部屋がここで5日間過ごすの超楽しみ。イエーイ。プール来ました。じゃーん、潜っちゃおう。あ、気持ちいい。最高に気持ちいい。ございます。今日はバギーをやるの。プールとか海だけじゃなくて、バギーで山の中ね、泥水ぶっかけながらね、走り回るの。はあ、今日も最高です。イエーイ。バギーに乗ります。綺麗。だーん。超綺麗じゃない？ホテルに帰ってきて、ホテルについてるスカイプール、海と空を見ながら入れるプールがあるので、それに入ります。こんな感じ。わー、綺麗かよ。
無事3時間かけてコーンローを完成してもらって、今から赤ビーチまで行きます。楽しみ。じゃ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 ーん、これ最高の景色。これよく見てたの、インスタとかネットで。ふかって書いてある、赤ビーチ。海がね、やっぱ半端じゃないわ。透明度こんな感じ、最高すぎない？綺麗。後ろもヤシの木がいっぱい。安定のピーニャコラーダです。いつも飲んでるピーニャコラーダと違うから不安だったんだけど、サービスだよって言われた。何がサービスなんだろう。もう最終日です。で、今日はまだ来たことのなかったステーション1に来ました。昨日いたプカビーチのちょっと手前だね。じゃーん、こっちも綺麗だね。やっぱ夕方はサンセット、ステーション1のサンセットがマジ綺麗らしい。アジア1だね、きっと。で、海にドボーン。あー、気持ちいい。冷たくて気持ちいい。海の中を見せてしまおう。超綺麗じゃない。あっちにあるあの孤島みたいな島が人気らしい。潮の満ち引きによってなんかいい感じなんだって。よくわかんないけど。じゃあ私このまま海に帰るわ。トラトン、ミニガーディアン、パパオルワー、ミホート、次の、リトルマーメイドを歌おうと思います。よく見て、素敵ね。これでもっと完璧。海に帰ります。ボラカイにいる間のラストのアクティビティ、このヨットに乗ってアジアで一番綺麗な夕焼けを見に行きます。3200ペソ払ってプライベートヨットを借りました。楽しみ。さっき3200ペソ払って行ったんだけど、来たかった太陽を見れなかったんで、またプラスで1600ペソ払って船借りました。踏んだり蹴ったりです。これが海外、2回も乗れて嬉しい。無事にサンセット見れそう。お、風が出てきてスピードに乗り始めた。綺麗、太陽にホエロっぽい。わー、セクシー、すげー。本数ごとにお金とどめるんだもんね。ちょっと、そうじゃん、お金とどめるじゃん。でもかわいい。完成しました。サラマットアテ、You're welcome. Thank you. Hello.